バイクでダンス練習シーズン3になりました。おめでとうございます。はい、シーズン1ではダイナマイト親子で練習しまして、シーズン2では西井さんの月中バックをやってまいりました。今回はシーズン3ということで新しい曲をやっていきたいと思います。この動画はそのパート1となっております。それでは今回の曲はこちら、バンプさんのドリームモンスターズ。いや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 、はい、ということで結構難しいんですけど、なるべく丁寧に解説しながら親子でダンス練習解説していきたいと思います。僕たちの独自の解釈となりますので、その点だけご了承ください。さあみんなで頑張っていきましょう。さあそれではいきましょう。レッツサリゴー、レッツダンシング。ダパンプさんのドリームオンザストリート新曲やっていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張りましょう。ノルッション、はい、結構難しいな。難しいですよね。今回、今までダイナマイトと月中バックはちょっとね、ダンスのジャンルっていうのはよくわからないんですけど、今回は特に、ロック、僕たちの一番得意としているね、ロックっていうジャンルが、メインとなっております。結構ね、こういう動きとかがね、難しいんですよね。なので頑張っていきましょう。はい、はい、まず、手からいこう。手はクロスハンドっていう動きがあるんですけど、その手の動きを使います。でまず右手を、この状態から始めましょうか。この状態から右手を肘の回転と手首の回転を使ってもらって、全部こう外回しっていうかな、こっからくる、自分の右肩の後ろに手の甲がくるような感じでくるくる、これがね、結構難しいんですよね、意外と。くるしながら、左手はこの辺をドア、ドン、ドン、叩くようなイメージ。それを同時に、ドンですね。せーの、ドン、そうそうそう。したら、ドン。このままクロスハンドっていう名前の理由かちょっとわかんないんですけど、クロス、クロスちょっとそれは不明です。クロスしましたら、さっきのこの動きを次はここから両手でくるっ、ここからくるっ、したら反対回しに肘を回してあげてポチン、おしろおしろポチンポチンせーの、ワン、ツー、スリー、フォー。これがちょっと難しいかもしれないです。せーの、一回こっちに向こうかな。せーの、ワン、ツー、スリー、フォーです。何回も巻き戻ししてみてくださいね。したらそれはワン、ツー、スリー、フォー終わったら、このまま右手をパンチしたらもう一回出てきます。くる、ロックはね、この動き何回も出てくるんですよね。で、ケンジさん、したらそのまま手を右手下左手上にして手裏剣を投げるような感じで、パシッ、手裏剣、手の動きは以上ですね。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、以上ってじゃないですね。セブン、エイトでちょっとだけドンって地面を叩いて、エイト、力持ち、エイト、エイトのトで力持ち、はい。手の動きは以上ですね。さっき嘘つきましたね。もう一回、せーの、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、です。難しいですね。頑張りましょう。さあ、これに足の動きがきますよ。もうめっちゃ難しい。やばいですね。頑張りましょう。パート1から難しい。足の動きは、まず、左足。キックしながら右足を一歩ケンケンで外に、それを組み合わせると、はい、こうなりますね。ああ、もうやっちゃった、次。
したら真ん中に戻ってきましょう。そう、したら次こっちをキックしながらケンケンこっちに、せーの、よいしょ。で、もう一回戻ってきましょうですね、いいですか。はい、せーの、キック、キックはい、ってなりました。したら次これね、ランニングマンの足の、ランニングマンっていう基礎のステップの足に似てるよね。はい、次、負の動き、これ練習してみてください。左足を上げて、今左足が上がってる状態です。はい、はい、はい。こっから、次横向きましょう、ケンケンさん。このケンケンを前と後ろにパッ。なんかこの足を踏む、下の足を踏む、避けて、いいよ、いいよ。足を入れ替えます。ほい、もう一回パー、せーの、ほい、入れ替えます。よいしょ、ほい、よいしょ、ほい、よいしょ、ほい。これを速くするとこういうランニングマンっていう感じのね、ステップになるんですけど、それをちょっと斜めに難しいですよね。今回は特に難しいかもしれないです。頑張りましょう。なんか歩くみたいにさ、はい、それは歩かない番みたいなさ、はい、もういいもうええわはい、じゃあ足のステップまとめますよ。ワン、うん、ツー、うん、ここから斜めに、スリー、イー、フォー、オー、オーケー、ファイ。こんだけやってるのにまだ5カウントしか使ってないっていうのが怖いところですよね。はい、どういうこと？え？いや、ステップめっちゃしてるのにさ、まだ1、2、3、4、5で、せーの、ワン、あれ、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。ほんまや。まあ、あっという間、わずか2秒ぐらいの話。したら、5、このままこっちに 回りましょう。6で、そう、6戻ってシックスで回ったら、そのまま右足を勢いでお絵かき、地面お絵かき半分、こうなります。回ったら半分お絵かきしたら、そのまま後ろに来たら、そのままパッで終わりですね。はい、足の動きまとめます。いきましょう、ケンシンさん。はい、せーの、ワン、ツー、スリー、4、5、6、7、8。あー、難しい。相手の動きは合わせたら、いきましょうか。せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。あー、難しい。これね、ちょっとほんまね、入門、超初心者向けとは言ってますが、ちょっとかなり難しいかもしれないので、何回も動画見て頑張ってください。一緒に頑張りましょう。頑張りましょうね。はい、じゃあもう一回検診いきますよ。はい、はい、1、0、6、5、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。今日は以上になります。以上、パート1はここまで。さあ、音楽でいきましょう。レベル1からいけるのかな、これ難しいですよね。レベル1から挑戦。みんなで汗を呼ばれ、人生さえも生まれ、スピードだよ。になります。やっていい。さあ行きましょう、レベル1+1はピースレベル2に挑戦。
いやー難しいですね。難しいですね。もしもう慣れへん人はもう足だけやっちゃってもいいかもしれないですね。それだけでも十分でしょう。もしくは手だけやるか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。感じですね。さあ、いきますよ。いよいよ来ました。レベル3に、ジャズオリジナルです。オリジナル。オリジナルですよ。オリジナル。さあ、まとめです。せーの、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、あ、間違った。セブン、エイト、エイト、でしたね。はい、ということで、パート1からいきなり難しいんですけども、一緒に頑張ってみましょう。できたらめっちゃかっこいいです。はい。めちゃくちゃかっこいいからね。そうですね。説明欄に、ダパンプさんの MV、リンク貼っておきますので、それもチェックしてみてください。はい。はい。この動画が良かったと思った方は、ぜひとも、グッドボタン。グッドボタン。チャンネル登録。チャンネル登録。お願いいたします。はい。私たちプレケンは、TikTok、Instagram やっておりますので、こちらもフォローお願いします。はい、ということでパート2お届けいたしますので、そちらも見てくださいね。ではまた、さようなら。バイバーイ。ブレケン、ブレケン、ブレケン。